佐藤です、えー、聖書1日1章の時間となりました、えー、今日は、神言15章ですね。えー、では、早速、神言15章を見ていきます。えー、神言15章、えー。柔らかな答えは憤りを沈める。しかし、えー、激しい言葉は怒りを引き起こす。知恵のある者の下は知識をよく持ち、愚かな者の口は愚かさを吐き出す。死の 運命はどこにでもあり悪人,と人悪人と善人と見張っている穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅愚かな者は自分の父の訓戒を侮る叱責を大事にする者は利口になる正しい者の家には多くの富がある悪者の収穫は災いをもたらす知恵のある者の唇は知識を広める 愚かな者の心はそうではない。悪者の意ねは死に忌み嫌われる。正しい者の祈りは死に喜ばれる。死は悪者の行いを意味嫌い、義を追い求める者を愛する。正しい道を捨てる者には厳しい懲らしめがあり、出席を憎む者は死に至る。読みと滅びの淵とは死の前にある。人の子らの心はなおさらのこと。 ものは叱ってくれるものを愛さない知恵のあるものにも近づかない心に喜びがあれば顔色を良くする心に憂いがあれば気は塞ぐ悟りのあるものの心は知識を求めるが愚かな者のの口は愚かさを食いあさる悩むものには毎日が不吉の日であるが心に楽しみのある人には毎日が宴会である わずかなものを持っていて死を恐れるのは多くの財宝を持っていて恐慌があるのに勝る野菜を食べて愛し合うのは肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る激し,激しやすいものはあそれを引き起こし怒りを遅くする者はいさかいを鎮める怠け者はの道は茨の生垣のよう 実直な者の,の小道は平らな王子知恵のある子は父を喜ばせ愚かな者はその母を下げすむ資料に欠けている者は愚かさを喜び英知のある者はまっすぐに歩む貢ぎを凝らさなければ計画は破れ多くの助言者によって成功する良い返事をする人には喜びがあり時儀にかなった言葉はいかにも麗しい 悟りのある者は命の道を登っていく。これは下にある黄にを離れるためだ。死は高ぶる者の家を打ち壊し、山目の地境を決められる。悪人の計画は死に忌み嫌われる。親切な言葉は清い。利徳を貪る者は自分の家族を煩わし、まいを憎む者は生き長がらえる。正しい者の心はどう応えるかを思い巡らす。 悪者の口は悪を吐き出す。主は悪者から遠ざかり、正しい者の祈りを聞かれる。目の光は心を喜ばせ、良い知らせは人を健やかにする。命に至る叱責を聞く。耳のある者は知恵のある者の間に宿る。訓戒を無視する者は自分の命をないがしろにする。叱責を聞き入れる者は資料を得る。死を恐れることは。 知恵ののでである。謙遜は栄誉に先立つ、えー。感謝いたた。しします。神言の15章でした、えー、この聖書の御言葉をあなたの心に魂に、えー、この聖書あなたのもとにマスアート、ま、の聖書一日一章でしたマスアートのこの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタン等よろしくお願いいたします え次回の聖書一日一書、新言でえお会いいたしましょう。仕上げのツパシャンプレイズユー、シャロム、シャロム。